エーリヒ・ゼーリヒマン・フロムは、ドイツの社会心理学、精神分析、哲学の研究者である。ユダヤ系、マルクス主義とジークムント・フロイトの精神分析を社会的性格論で結びつけた。新フロイト派、フロイト左派とされる。フロム本人は、エーリック・フロムと発音されることを望んでいたという。フロムは1900年、ユダヤ共生党派の両親の間に、一人っ子として、フランクフルト・アムマインに生まれた。フランクフルト大学に入学するが、1年でハイデルベルク大学に移り、ここで社会学、心理学、哲学を学び、1922年にアルフレート・ベーバー、カール・ヤスパース、ハインリヒ・リッケルトの指導のもとに学位を取得。1926年にはフリーダ・ライヒマンと結婚する。1931年にフランクフルト大学の精神分析研究所で講師となった。ナチスが政権を掌握した後、スイス・ジュネーブに移り、さらに1934年、フランクフルト学派の主要メンバーと共にアメリカへ移住する。まず、コロンビア大学で教えた後、バーモント州ベニントンなどの大学で教鞭を取った。1949年にメキシコシティに移り、1965年までメキシコ国立自治大学、ついで1974年までメキシコ心理分析研究所で教えた。また並行して、1957年から1961年までミシガン州立大学、1962年から1974年までニューヨーク大学の精神分析学の教授を務めた。フランクフルト学派のメンバーとは共同研究として権威的な性格を発表した。1974年にスイスティチーノ州ムラルトに居を構え、1980年にムラルトの自宅で死去。80歳の誕生日を目前に控えての死であった。フロムの思想の特徴は、フロイト以降の精神分析の知見を社会情勢全般に適用したところにある。フロムの代表作ともいえる自由からの闘争では、ファシズムの心理学的起源を明らかにし、デモクラシー社会が取るべき処方箋が明らかにされている。フロムによれば、人は自分の有機体としての成長と自己実現が阻まれるとき、一種の危機に陥る。この危機は人に対する攻撃性やサディズムやマゾヒズム、及び権威への従属と自己の自由を否定する権威主義に向かうことになる。自分自身の有機体としての生産性を実現する生活こそがそれらの危険な自由からの逃避を免れる手段だと説いた。フロムはバールーフ・デ・スピノザと同じく幸福は徳の証であると考えていた。つまり生産的な生活と人間の幸福と成長を願う人道主義的倫理を信奉するとき、人は幸福になれるとした。フロムによれば、神経症や権威主義やサディズムマゾヒズムは人間性が開花されないときに起こるとし、これを倫理的な破綻だとした。あらゆる神経症の核心は人間の正常な成長と同じように自由と独立を求める戦いにある。正常な人の多くは、この戦いを自己放棄によって終わらせ、うまく適応し正常であると認められようとする。神経症的人間はこの戦いを放棄することはできないが、依存性と自由を求めることの間の矛盾を解こうとすることの試みとして、成功していない試みとして理解することができるという。フロムは、フロイトの使命や、フロイトを超えて、などの著作で、ジークムント・フロイトの生涯に関する記述と彼の理論の批判的検討を行った。フロムによると、フロイトの欲動理論は、第一次世界大戦を境目として二つに分けることができるという。大戦以前、フロイトは人間の欲動を欲望と抑圧の間に生じる緊張であると定義していたが、大戦以降のフロイトは人間の欲動をエロスとタナトスの葛藤であると、みなした。フロムはこの二つの理論の間に矛盾があることを感化してしまったフロイトとその理論の支持者を非難したのである。また、フロムはフロイトの二元論的な思考も批判している。フロムによると、フロイト派は人間の意識を二項対立を用いて記述しており、それゆえに捉え損なっているものがあるという。さらに、フロムは、フロイトのミソジニーをも批判している。批判すべき点を批判した上で、フロムは、フロイトの業績に対して深い敬意を表している。フロムはフロイトを、アルベルト・アインシュタインや、カール・マルクスと並ぶ近代の創始者の一人であると結論付けている。ありがとうございます。